俺、ジョニー・ガーランド、16歳。ニューヨークで私立探偵をやってる。本当ならレニの言う通り、3年前に事故で死んだ親父の会社を継がなくちゃいけない立場なんだけど、親父の残したものをただもらうってのがかっこ悪くて、自分で事務所を開いたんだ。社長のジョニー・ガーランドです。人探しですか？この男です。傷害、殺人未遂など少なくとも8つの事件の容疑を問われている男です。物語は一件の依頼から始まる。初めから仕組まれていたかのように簡単に男を発見するジョニー。まさか本当にジョニー？止まれ、それ以上近づくな。異変はその時起こった。そしてもう一つの出会い。舞台は1929年のアメリカ。近代化する大都市、雄大な自然、古代遺跡などの現実世界の一時代をモデルとした美しいフィールドを舞台に、主人公たちは壮大な冒険を繰り広げる。変身してたよね、確か。ねえ、あなたマリスって人。時間がもったいない、先を急ぐ。今日は君だけを思い出すビビダン。君のことはフライトと呼んでください。少し黙ってな。騒がしいガキは嫌いだよ。運命を司る審判の輪、ジャッジメントリング。回転に合わせてタイミングよくボタンを押すことでバトルが展開するジャッジメントリングシステムにより、一瞬も気の抜けないスリリングなバトルが実現。ゲージシステム。ストックゲージの採用により多彩な行動が可能になった。
2つの行動を一度に行うダブル。攻撃だけでなく回復や援護など様々な行動を組み合わせよう。自動的に仲間にターンをつなげ連続で攻撃できるコンボ。ジャッジメントリング成功後、コンボリングの絵柄と同じボタンを時間内に入力すればコンボが成立する。寝てろ。ダブルを行った後、コンボにつなげるモード、コンボ、ダブル、ダブルコンボを状況に合わせて使い分け、バトルを有利に進めよう。ゲージが生み出す未知なる戦略性、怒涛の連携攻撃を叩き込め。これでどうだ。プレイステーション2専用ソフト、シャドウハーツ、フロムザニューワールド。初回限定、プレミアムボックスも同時発売。